ここに閉じ込められちゃってた、自分が何年も何十年も無視してきちゃったインナーチャイルドを見つけてあげて、ケアしてあげて、その子を愛してあげるんです。そうするとその子も自分に愛情を感じ始めるんですね。それが自分を愛することにつながるんです。ちっちゃい時に受けた影響、トラウマ的なものを怒鳴られた、ずっとあなたはもう悪い悪い悪い、何やってももうダメみたいな感じで言われてたりとか、お兄ちゃんお姉ちゃんからずっと比べられてた、他人と比べられて低く言われてた、そういった経験が自信のなさとか心の傷つき、不安、あいつ怒られるんだろういつ怒られるんだろう的な、それっていうのが形成されるのはだいたい3歳から11歳、ちょっとそこで前後することありますけれども、だいたいが3歳から11歳の間に経験したことっていうのが、その人が大人になっていく上での性格、人格、もう確実に形成してしまうんですね。その時に経験したことによって、もう大人になってもその子供が内側にいるわけですから、ぶっちゃけた話、人間って大人になれば体はでっかくなりますよ。で、知識もねどん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 入ってくると思うんです。いろんな経験もしますし、でも実は内側は同じ、子供の時と同じ状態、こっちは変わらない、だからそっちが傷ついたまんまなんですよね。例えばお母さんからもう常に叱られて怒鳴られて、何やっても怒鳴られて、あなたは本当にダメねと言われ続ける。そうすると大人になってから女性がみんなそうやって自分に言ってくるように思い込んでしまう。それを色に例えると、お母さんからその時言われていたエネルギーが紫だと、社会に出たと紫ばっかり無意識に探すようになっちゃうんです。だからみんなが紫を自分に言ってくる、特に女性が言ってくるように感じてしまう、敏感になってしまう、だから怖い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 になっちゃうんですよね。それがインナーチャイルド。そのインナーチャイルドのケアをするっていうことはやっぱり重要なんですよ。例えばそれがセラピストさんであれ、ヒーラーさんであれ、話をして頭の方で納得しても、大人になって経験して知識豊富になっていった方の自分、変わらない方の大元の自分、それこそがインナーチャイルド。こっちは言えないです、そんな理解したところで。だからインナーチャイルドを癒すには、こっちじゃなくてこっちの自分をまず見つけてあげなきゃいけない、気づいてあげなきゃいけない。ずーっと無視してきたわけですから、何らかのセッションを受けたりとかして、こっちで大人の今の自分が母と和解しました、インナーチャイルド癒されました。癒されてない、癒されない、全然癒されてないです。こっちは閉じ込められたまんま。だからその時は、あ、納得した、母と和解した、すっきり、頭はすっきりですけれども、絶対に明日になったらまたざわつき始めます。それは癒されてないから。なので閉めちゃった蓋を開けて、その傷ついている自分、恐怖を感じている自分を見つけてあげて癒すんですけれども、ここもちょっとトリッキーで、癒すにあたって多くの人が言葉がけしちゃうんですよ。もう大丈夫だよとか、あの時ねお母さんもそういうつもりじゃなかったんだよ、お母さんも大変だったんだよ、だから理解してあげようねみたいな。理解できねえっつうの、そんなの子供に。だから
言葉じゃなくって、もう大丈夫だよ、安全だよっていうのを経験させてあげないといけないんです。経験。だってちっちゃい時に怖いとか痛いとか苦しいとか悲しいの経験をしたからそれが刻み込まれちゃったわけで、じゃあそれを塗り替えるには経験しかないわけですよ。大丈夫、もう怖くない、安心、その経験をさせてあげないといけないんですね。もちろんその経験をじゃあどうやってやるのっていうのにはそういったセッションがあるわけです。畑さんがそういうセッションをされてるわけですけれども、そういうセッションをすることによって蓋を開け、この内側のインナーチャイルドの自分を見つけてあげて、そういった経験をさせてあげる。こっちじゃなくてこっちの自分が癒され、そしてそこで何が起こるかというとですね、蓋を開けてここに閉じ込められちゃってた自分が何年も何十年も無視してきちゃったインナーチャイルドを見つけてあげて、ケアしてあげて、その子を愛してあげるんです。そうするとその子も自分に愛情を感じ始めるんですね。それが自分を愛することにつながるんです。そこで一気に自分の中の何かが変わるんですよ。もちろんこれ一回でスパーンと行く方もいれば、3回4回セッションとかをしてとか自分でのワークして徐々に癒えていく方、人それぞれ違うので、その辺っていうのはちょっと何回ですぐにっていうふうには言えないんですけれども、でも効果はすごくあります。逆に言えばこれしか効果がないっていうか、ただインナーチャイルド見つけるしかもう自分がここから抜け出す方法はないのかっていうと、そんなことないんですよ。当時受けた傷、両親からとか学校でいじめられたからとか仲間外れにされたから対人恐怖症になっちゃったとか、大勢の人の前に出てくるのが怖い、発言するのが怖い、そうなっちゃった、そうなっちゃったらなかなか今の自分がそういう場において現在自信を持つ難しいじゃないですか。そんなの過去に受けた心の傷、それによってそこから動けないって思ってるのは妄想。さらに言えばそれを理由または言い訳にしてる人もいるんです。言い訳にしてるから自分はかわいそうでしょうって自分で思いたい、ここから動けない、何やってもうまくいかない自分、過去のせいなの、かわいそうでしょうって自分で思っている、実はそこにある種の快感を感じている、でもじゃなくって本当にその足に引っかかってる紐を外したい、そもそもそんなものない、そういった過去があったから動けない気がしちゃってるだけなので、本当は実際はもうスパーンとここから、もう過去にそういうことあったけど、インナーチャイルドもいるけど、いや、インナーチャイルドを抱えたまま、もう過去のことも話すのやめる、親のせいにするのやめる、学校のせいにするのもうやめますわって言って前向いて進んでいくっていう道もあるんですね。インナーチャイルドを連れたままで自分で頑張って人前に出てくる、発言する、経験、やっぱり経験させる、で、あ、思ってたより大丈夫だわ、思ってたより最初怖かったけど平気だわっていうのを何度も何度も経験させてると、一緒にインナーチャイルドもあれ大丈夫になってきた、大丈夫になってきた、一緒に癒されていくんです。だから過去に戻って癒すっていう方法もあれば、もう親のせいにしてる自分ふざけんなみたいな、学校のせいにしてた自分、社会のせいにしてた自分、もううぜえみたいな、もう前向くわって言って、それで癒していく。一緒に癒えていく。そういう方法もあるんです。私は、その後者だったかもしれないなって思うんです。
ちっちゃい時に私は母との関係が良くなかったの で, でそれでインナーチャイルドは完全にできてたんですね、うん、でやっぱり生きにくいっていうのも、はい、その過去にそういうことがあったからっていうことで、何かにつけて母を憎んでたところはあるんですけれども、うん、なんかもうそれ疲れちゃって、はいはい、そういうのもうなしってなったんですけど、その時にノーモさんが言ってた、うん、ゲットアウトですよね、ゲットアウェイですね、ゲットアウェイ、そう、ゲットアウェイ、ゲットアウト、あれに近いもので跳ねのけて過去を、はい、もうやってくるんですよ、何度も何度も、過去こういうことがあったでしょ、はい、こういう怖い思いしたでしょとか、うん、あなたなんて全然ダメなのよっていうのは来るんですけど、その度にもう、うん、ゲットアウト、ゲットアウェイ、こっち向くんだみたいな、もう私は未来に行くんだみたいな感じで、はい、断ち切って進んでたところありましたね、そういえば。およかわいそうな自分っていう状態にいるのが、実は心地いい人はそういうことができないかもしれないです。うん、別にそれが悪いとは言わないです。ただ動きたくない、あの動けない理由にしている、だから仕事も見つけられないの私とかって言って、まあそれは仕方ないんだろうなって思うんですよ、そういう状態がいいんですから。じゃなくて本当にそれが嫌で、本当に仕事が見つけたい、もうそんなこと言ってられない、だったらもうゲラウェイ、ゲラウトみたいな感じで、セッションでノンモがおすすめするのは、蓋を開けて癒してあげるではなくって、蓋を開けて見つけてあげたら、もう一緒に出よう、こっから、あともう前向いていっちゃおう、過去捨てようよ、ここで一緒に行こうって言って、手を取ってもうそこから出ちゃう、出てガーンってドア閉めて、あとは未来に一緒に行く、もう一緒に行くんです。そのうちにインナーチャイルドも、あ、大丈夫なんだっていうふうに癒えていきますし、慣れていきますし、この大人の自分の愛情も感じれば、こっちもインナーチャイルドからの愛情、お互いの愛、自分を愛せるように、自分を愛した時のたくましさったらかなり強力ですから、それを一回ご経験いただくだけでも随分違うかと思います。それがノンモの言うところの本当のインナーチャイルドの癒し。これに関しては、例えばどんなようなスピリチュアル能力がある方でも、インナーチャイルドを見つけてくれて代わりに癒してくれるとか、それこそエネルギーで癒してくれるとか、もう大丈夫ですよ、あなたのインナーチャイルド。それは残念ながら断言しますが、ありません。絶対にありません。それはもう断言できます。言い方悪いですよ。言い方悪いですけど、自分でワークするのめんどくさい。自分で向き合うのつらい。だから、第三者にやっていただくっていうのが、手っ取り早いっていう方はそういったチョイスを取ってしまう。それに対して、なんだそれとは言わないですよ。それはそうなのか、それは仕方ないねっていう話ですけれども、でもそれで言えるかどうかって言ったら、インナーチャイルドってそういうスピリチュアル的なものじゃないですから、それは絶対にないっていうのは断言できます。で、私、ポコプにいただいたインナーチャイルドケアセッションをさせていただいてるんですけど、向き合って見つけてあげて、で、仲良くなって、で、別のパラレルワールド作って、そっち行っちゃいましょうみたいな感じで、未来に進んでいく、うん、もう今までのことはなかったことにするっていう内容だったりするんですけど、うん、突き進んでいく、別の世界に行ってしまう、そういう方法もあるので、ご興味のある方は畑さんがセッションしてくださいまので、はい、どこ、こちら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 、なんか概要欄を、はい、ご覧ください。皆さん、ご視聴ありがとうございました。